大阪敬吉かかし探偵大手鴨本氏はもうとうに50の坂を越してはいるがなかなか再起・間髪でその古ぼけたハゲ頭からいつも斬新・奇抜な明暗を作り出す一体この鴨本氏はどちらかというとむしろ穏やかな解雇主義者で 軽薄な流行などをひどく意味嫌い心ひそかに軽蔑さえしているのだがけれども近頃何かとやかましい世の中で暮らしを立てゆくためには何事もある程度までは妥協もしようという至極訳の分かった苦労人でだから郊外の火災園経営についても今年も何か新規な工夫を凝らしてお得意さんと歩調を合わしていこうとよりより思案の結果思いついたのが いささか再起余って、こともあろうに流線形かぼちゃという代物もっとも大手火災園のカボチャ畑は昨日今日に始まったものではなく今でこそ全国に広まってはいるが元を正せばこの茨城の特産であるチリメンちりめんカボチャをもう何年も前から栽培していたのだがしわの多いチリメンちりめんカボチャでは月並みだというので今年ははるばる 北海道特産の皮の滑らかな長円形のカステラカボチャを移植してこれに現代風の名前を付けて売り出すことにしたのであるさてこれがそもそも間違いの起きるもとであろうなぞとは神ならぬ身の知る由もないかもとし苗床の種まきから砂畑へ植え替え木が伸びれば芯を摘むやら麦わらを敷くやら あれやこれやと丹精するうちに小さな毛の生えた鶴や葉はだんだん伸び広がってやがて黄色い花が咲き実が結ばれそしてその実はだんだんと膨れ上がって間もなく見事なのっぺらうの流線形カボチャがその滑らかな海緑色の丸長い体を涼しそうな緑の葉陰にいくつもいくつもコロリコロリと横たえ始めた。 異色神本氏は手をたたいて喜んだところが得意先の市場や問屋へ新発売の広告も済まし表通りの板塀へ看板も打ち付けてそろそろ出荷の支度に取り掛かろうと手はず万端を整い始めた折も折かぼちゃ畑が怪しげな野党に襲われたのだそれはお天気のいいある朝のこと 例によって早起きのカモト氏好人物らしい微笑を浮かべながら相育せる流線形カボチャの見回りに出かけてきたのだが見れば畑の入り口に近い大切なカボチャのいくつかはおもちゃのコウモリ傘みたいな大きな葉の下でちぎられたり踏み潰されたりいやもうさんざんなありさまだカモト氏たるもの少なからずむっとした。 しばらくの間というものはまるで放心したかのようにその場に立ちすくんでいたがいつまでこうしてもいられないので気を取り直し鏡越しになってやられたカボチャを見舞い始めた不幸中の幸いともいおうか被害者の数は割に少ないおかしなことにはその場でちぎられたり踏みつぶされたりしてはいるが一つも盗み出されてはいないようだ一体 どこのどいつだろう畑は茶室でむしろ乾燥しているが畑の入り口から表通りまでの割に湿りのある畑道には見れば大きな靴跡がいくつもついているわなんて平凡だわいだもと氏はガテンしながら歩き出すが少なからず虫を起こしたと見えて諦めかねたように靴跡を見る。 気をつけてみると左の靴跡はみんなつま先だけしかないあ、はあチンバだなそこで神と氏は何としたものかと対策を練るどうも明暗が浮かばないけれども考えてみれば他人の畑を荒らす謎は確かにいいことではないがそれとしても神と氏のかぼちゃをみんな潰してしまったわけではない。 それに昔から江戸っ子は気が早いというすればもう新発売の広告がてっきり効いて流線系かぼちゃに対する世間の反響がよかれあしかれ雲のごとくに湧き上がり始めた何よりの証拠とも言えるそうだこれ式のことで騒ぎ立てても大人げないとにかくとりあえず菌札をしておこうそこで鴨と氏は やられたかぼちゃの始末をつけて住居へ戻ると早速大工道具を持ち出して女中のおきみさんに手伝わせながら金札の製造に取りかかった渋たを引きながらかもと氏は諦めかねたようにおきみさんに話しかけたこの近所でチンバのでおきみさんはちょいと眉毛をしかめながら。 ええ、知ってますよ、旦那様。銀行卿の信者で、もう先、うちへ勧誘に来ました男。ああ。と、岡本氏は首を振って。あれは右足だよ。わしが聞いているのは左のチンバだ。じゃあ、あの、美濃館に下宿している放課の学生さんはとやつは左のチンバがいい。そりゃもう。 とおきみさんはめだまをまるくして「本物ですわこう松葉杖をついて」「ああちがうちがうわしがきいているおとこは松葉杖なんぞついてはおらんもうそのほかにはしていないかいそう」と考えて「もう知ってません」そうかよしよし。 そこで氏は考えたチンバとはいってもまだ両足ともついているのだし松葉杖を使っているわけでもなし自分よりもよほど過剰に通じている女中のおきみさんさえ知らんというしてみるとそんなに大したチンバでもなければまたそんなに古いチンバでもないきっとごく最近にケガでもしてチンバになった男に違いあるまい かかぼちゃ畑に入るべからずこれでよし。これでよしこれでよしもと氏は出来上がった金札を持って再びかぼちゃ畑へやってくるとそやつを畑の入り口の低い針金の柵の前へ打ち込んでさてどうやら元のご機嫌に戻ったらしくにんまり独り笑いをしてみせたところが翌朝になって例のごとく見回りに出た神と氏は 昨日よりもたくさんのカボチャがひびが入ったり中身が出たりして傷物にされているのを見つけるとさあもうカンカンに怒ってしまったいっそハチでも飼っておけばよかったのに立て札なんぞ何の役にも立っていない相変わらず細道には陣馬の靴跡がベタベタとついている見れば金札の前にも同じような靴跡がある うるさいやつかもと氏は金札の前でかがみ込んだところが靴跡は金札に向かって左足も右足もつま先立ちになっているはて子どもかなけれども子どもにこんな大きな足のあるはずはないしそれに第一足跡の大股なところを見れば大人の中でもチンバとはいえ普通以上の体格だ。 また縦札の文字ははっきり大きく書いてあるし高さもそんなに高くはないそれに大体いいこのごろは星月夜で古外はひときわ明るいはずだそれにもかかわらずんばは背伸びをしているつま先だって背伸びをしている鴨年はポンと手をたたいたなるほどこやつてっきり近めだな。 そこで神と氏はおもむろに腕を組むとハゲ頭を盛んにかしげながらさてこの近めのチンバを何としたものかしきりに観光し始めたそれにしてもチンバのくせにしかも度た々びたびこうしてたやすくやってくるのを見れば確かにあまり遠方の男ではあるまいがやがて神と氏はにっこり笑って腕組みを解いた「そうだ 相手が近めなら立て札なんぞよりももっとよいものがあるぞそう言って神と氏はやられたかぼちゃの始末をつけるとよそいきに着替えてのこのこと出かけていった午後になると神と氏はどこからか大きな荷物を抱えて帰ってきた風呂敷をのけると等身大の若い男のマネキン人形だだいぶ使い古したものと見えて そこらあたりの塗料がはげたり手の指が一本なかったりけれどもこう打ち見たところ鼻筋の通ったなかなかの講談師だやがて神本氏は何と思ったか泥絵の具を買ってくると再び女中のおきみさんに手伝わして大きな人形の顔一面に青白い絵の具を塗り始めた「まあ旦那様。 おききみさんはため息をつきながら、こんないい男を塗りつぶしてしまうのですかかもとしは笑いながら盛んにハケを使っていたがふと真顔になってお前はよく世間のことを知っているようだがこの近所でひどい近めの男を知っているかい近め？今度は近めですかそうだよひどい近めだよ。 だがあんまり年寄りではいかんええ近めは知っていますがとおきみさんは不審そうに主人の顔色を伺いながら「あの三丁目の角のパン屋の親方さんはそれはひどい近めでございますよ」おおパン屋の親方と岡本し今度は青白く塗りつぶされたマネキンの顔の額口へ。 黒い絵の具で踊ろに振り乱した髪の毛をさっさと描き始めながらそのほかにはないかい横丁のかっぱん屋の職人さんも確かひどい近目のようでしたがでも旦那様まあ随分気味の悪い顔に、はああかっぱん屋の職人でそのほかにはさあ そのほかにはとおきみさんはしばらく考えていたがそうそう交番の隣のうどん屋さんの出前餅おううどん屋の出前餅もうそのほかにはそうそんなにひどい近めはもう存じませんがそうかよしよしと今度はかもとし 青白い人形の顔へ真っ白い絵の具で大きな目玉を描きその縁を黒い太い線でギョロリとばかりくまどりながらでは今言ったその3人の近めのうちにチンバの男はいないかいい,いえチンバはおりませんがでもこのごろになって怪我でもすればチンバになったかもわかりませんまあ旦那様随分恐ろしい顔。 おうよしよし。まったくそうだよ。わしの探しとるのは、このごろできたその新しいちんばだよ。いま言ったその三人の男に、きっと新しいちんばが一人いるに違いない。そしてそやつは、たぶん退院してのほやほやだろう。まもなく恐ろしい顔の塗り上げができると、今度はカとし、氏、白っぽい浴衣のフルを持ち出してきて、 マネキン人形に着せかけ去年の麦わら帽子を阿弥陀にかぶせると両手のほこりを払って立ち上がったこれで出来上がった。いや。やがて晩になると怪しげな人形を抱えて鴨本氏はカボチャ畑へやって来たそして畑の内々に沿った空たちの茂みのそばへ目立たぬように杭を打ち込むと 例のマネキン人形を少しうつむき加減にして、こっそりと縛り付けた。ああ、うん、こうしておけば近めのちんばのやつ、きっとびっくりして逃げるだろう。これで安眠できるというものだ。仕事ができ上がると、鴨と氏は一服つけて恐ろしい。人形の周囲を回りながら、そのものすごい出来ぶりをためつつがめつ眺めていたが、やがて。 満足そうに引き上げていった。美しい星月夜だどこかの茂みで虫が鳴いているまことに夏の夜は悩ましい一時間二時間三時間急に虫が鳴きやんだ」と表通りへ通ずる旗道の上へ 天から降ったか力湧いたか。真っ黒い人影がひょっこり1つ現れた。なるほど。鴨としの言うとおり、左足がちんばだ。帽子はかぶっていないが、ちんちくりんの黒い洋服を着て高くなったり低くなったり、ちんばをひきひきやってきた。やがて黒いチンバ。ちんばはかぼちゃ畑の入り口まで来ると再び立ち止まって、あちらこちらを見回し始めた。 右手になんかこん棒を持っている。よく見れば太い長いそのこん棒は両端が急に細くこけて短い柄になっているどうやら大きな綿棒だしばらくチンバは辺りを見回していたがやがて低い針金の柵を股に越すと鏡越しになってカボチャ畑へ侵入し始めたそして右手の綿棒を持ち直して そやつを地面を一面に覆っているか。ぼちゃの墓での暗闇へ。さっと突っ込むと。まるで何かを探るように横ざまに振り回し始めた。綿棒は間もなく丸長いかぼちゃに突き当たる。すると陳馬は一層鑑み込んで獲物へ顔を近づける。なるほど。鴨としの言う通りひどい近めだ。陳馬はかぼちゃを見つけると。 ふふっと低い歓声を上げる。そして立ち直ると憎らしそうに例の狂気を振り上げ獲物の位置を狙って力いっぱい打ち下ろす右足を上げて蹴飛ばすよろよろとなる踏みとどまってもう一度綿棒を振り上げる打つ殴る蹴るこれではたまらないカボチャは見る影もなく潰される。 すると近めのんばはかがみ込んで地面へ顔をすりつけんばかりにしてカボチャの往生ぶりを見届ける再び中腰になってはかげの間へ綿棒を横ざまに振り回すカボチャが当たる獲物へ顔を近づける狙いを定め撃つ殴る蹴る同じようなことが幾度も幾度も繰り返されるけれども 一つところにたくさんのカボチャが固まってできているような時にはどいつもこいつも容赦なく片っ端からめくら狙いに当たり散らすやがてチンバは同じような仕事を続けながらだんだんからたちの茂みの人形の方へ近づいていく星空の下で涼しいそよ風が吹くからたちの若葉がさらさらと震える 今しも一つの際立って大きな獲物を潰した近めのチンバは満足そうに体を起こすと一息つくように肩を落としてふうっと大きく息を吐き出した空たちの若葉がさらさらと震えるおおと急にチンバは悲しげな声を上げながら大きな凶気を投げ出し飛び上がるようにしてまごまごとうろつき始めた がすぐに畑の中へ崩れるように座り込むと頭を地面にすりつけるようにして両手を前へ合わせながら「旦那ごめんなさい悪気があってのことじゃないんだからねえ旦那」チンバは早口にそう言って瞬間聞き耳を立てたらたちの若葉がサラサラと震えるチンバはますます頭を地面へすりつけるようにして 頭の前で合わせた量の手をもみながら一層せかせかとした調子で。ごもっともです。旦那が怒られるのも無理はない。いやまったく悪かった。ねえ、旦那けれどもこれで足にも言い分があるんですよ。そうだ、いっそぶちまけてしまいましょうね。え、旦那とちんばはうつむいたままごくりと唾を飲み込んで。 涙っぽい声になりながらこないだあっし商売仲間と一緒に小金井の葉桜見物に出かけたんですがするとその帰り道で後ろから飛んできた自動車がその車酔っ払ってたんですがねこう風のように飛んできやがってあっという間にあしをこのようなんばにして。 そのままたった一口の挨拶もしねえで消えちまったんですあいつはきっと酔っ払いですよおかげでひとつきばかり入院しましたがね院長さんはお前さんのチンバは完全には治らんって言いましたよチンバはそう言ってうつむいたまま合掌を解いて恐る恐る足元の顔を追いながらもっともう あとで考えてみりゃ、あの時は足の方を少しばかり寄ってたようですがね。でもだな、とにかく悔しかった。たった一つの手がかり。それが何でも、新式の丸っこい自動車としか、こっちは覚えがねえんで。それで、あの時、調べに来た巡さんにそう言うと、その若い巡さんは、ははは。 流線型だなって言いましたよ。そう言ってチンバはだんだんと少しずつ頭を持ち上げながら、それからというもな、旦那考えてもください。あしは寝ても起きても流線型って聞くとこう胸の中がムカッとって。だからとチンバはちょいと首をかしげながら。 くねえ旦那もしもしはてなと今度は声を高くして「旦那旦那大将」とうとう起き上がって「こんの野郎!」と顔を近づけながら。 かしだなウヌこうしてくれるとあとの半分は腹の中で叫んで寮の手でマネキン人形の肩をわしづかみにすると力を込めて引き倒そうとしたがかかしは毛いに見えないようにして縛りつけてあるのでなかなか倒れない陣馬は手を引いていらたたしげに周囲を見回すやがて畑の中へかがみ込むと 潰したかぼちゃを1つ拾い上げそいつの中身をえぐり取るとかかしの帽子を取り除いて黄色い中身を顔一面に塗りつけ始めたが間もなく悔しそうにため息をついてだ陳馬は,はかぼちゃの皮をかかしの顔へたたきつけながら そのののわり、この畑の流線型はみんみなつぶしてやるからおえておれ。そう言って向き直ると肩を怒らして帰り方々すぐに引っ返すと畑の中に鏡越しになって例の綿棒を探し上げやがて再びんばを引き引き針金の柵を越して表通りの方へ消えていった翌朝 例によってかぼちゃ畑の見回りから帰ってきた神本氏は涼しい庭先の縁側に腰を下ろし頬杖をついてじっとあらぬ方を見つめていた耳の上から後頭部へかけてわずかに残された白髪まじりの短い髪の毛はけさはとりわけくしゃくしゃに縮れ立ってこめかみから額口にかけて大きなめめずみたいな青筋がむくれ上がっているやがて神本氏は頬杖を取ると 今度は腕組みをしながら大きく鼻で息をしたパン屋ぱん屋うどん屋ああ確かにこの3人のうちの1人に違いないだがどうもこう嫌疑者が大勢では一体どれが犯人だかとんとわからんそれに第一、パン屋も活版屋もうどん屋も12度見たことはあるが さてどんな男だったかはっきりした覚えもないそこで神と氏は再び頬杖をついていらたたしげに眉毛にしわを寄わせながらじっくり観光し始めたがやがて思い切ったようにポンと膝をたたくと焼けじみた調子でそうだもはやこの親は最後の手段だそう言って立ち上がった やがて赤目柏の生け垣を越して涼しげな酔い闇がやってきた神と氏はかぼちゃ畑へ出かけて空たちの木陰から役に立たなかったマネキン人形を抱えてきた浴室で神と氏は人形の浴衣を脱がせるそしてそやつを今度は神と氏が着る着付けが済むと鏡に向かって昨日の残りの青白い泥絵の具を顔首 手首と塗りつける。かかしのかむっていた古帽子を網田にかける鏡に向かってにやりと笑うはあ、相当なもんじゃわい。やがてとっぷり日が暮れると神と氏はそのなりで片手に渋うちわを持ちながらかぼちゃ畑へやってきたそして空たちの茂みの側へゆんべのマネキン人形と同じ位置へ なじよう,な格好で佇まうこれではチンバのやつまさかわしがかかしに化けていようとは気がつくまいも本氏はいじわるそうにほほえんだ今夜も美しい星月夜だ秋にれの小杖をそよ風が渡る町外れの夜は静かだだがチンバはなかなかやってこない 陳馬の代わりりに蚊が止まる。はをす。チンバのやつまだ来ないなそろそろ鎌田氏退屈し始めただがやがて1時間もすると急に鎌と氏は不動の姿勢をとったいよいよんばが来たのだ昨晩と同じように 黒いちんちくりんの洋服を着て、棍棒を下げ、畑道の上で立ち止まり、あたりの様子をうかがっている。かもと氏は思わずかたくなる。カが止まる。けれどももはや追い払うわけにはいかない。チンバはだんだんとかぼちゃ畑に近づいてくる。カモト氏は横目でうかがう。なるほど、思った通りチンバだな。 やがてちんばはかぼちゃ畑の入り口まで来ると鏡越しになってかぼちゃの葉に顔を近づけしかと確かめてからそろそろと畑の中へ踏み込んできたかもとしは盛んに流し目をするふんやっぱり近めだがいだが一体誰だろううどん屋かなかっぱんやかなそれともパン屋かな どうもわらん。んばはふと立ち止まると例のこん棒を杖について前かがみになりながらしきりに神本氏の方を伺う,かがうしまった神本氏は腹の中で声を上げた相手はどえらい凶器を持っとるぞ全く神本氏はうっかり武器を持ち忘れた。 けれども、今更取りに行くこともできない。諦めるよりしかたがない。それにしても、一い体い何だろうバカに太いこん棒だが。かもとしは、ますます盛んに横目を使う。おやと、かもとしは心の中で叫んだ。ありゃあ、綿棒だな。ああ。さては。 うどん？とこの途端、陣馬が体を反らして笑い出した。ははは、まだあのかかしのやつ。立っとるな。はは師匠らしくしょげてやがる。ちんばはそう言ってだんだんかぼちゃ畑の真ん中へやってくる。神本氏のすねに大きなやぶかが止まる。 鴨と氏は力を入れて辛抱する。動くな動くなたとえ相手は凶気を持っていてもたかが近めの鎮馬だそれにまさかカボチャは潰しても罪もないかかしは潰すまいそうだ落ち着いてゆっくり正体を見届けてやれカモト氏はそう腹を決めると全身にぐっと力を入れてますます硬くなる。 だが、動かずにいるというのはなかなか難しい力を入れれば入れるほど妙に気のせいかどうしても少しずつ体が前後に揺れる夜風が空たちの若葉をさらさらと渡る陳馬は立ち止まってつぶやく風だなはっ風に揺れると見えるそして凶気を持ち直して かぼちゃの処女地へ踏み込んだ神本氏のすねに大きな藪かがまた止まる神本氏は一層力みながら横目を続け心の中で盛んに首をかしげるだがどうも考えてみれば誰だかよくわからん綿棒を持っているんだからうどん屋の出前持ちに違いなさそうなものだがいやそれにしても。 あんなにひどいチンバになっては出前持ちなどに間に合うはずがない。間に合わなければクビになる。クビになれば今ごろこの辺りにうろうろしているはずがない。どうもわからん。パン屋はどうだパン屋そうだ。パン屋も小麦粉をこねるんだから綿棒を持っているかもしれん。だがパン屋ならエプロンや炊事帽子はともかくも 人並みに白いズボンぐらい履いていそうなものだ。新式な食料品屋が今どきくりんの黒い洋服など着とるはずがない。どうもわからん。では、活版屋の職人はどうだ毎日毎日陰気まみれになるんだから、黒い汚いズボンを履いているかもしれん。だが、だめだめ。第一綿棒なんぞ持っとるはずがない。 分からん分からん、さっぱり分からん神氏はいささかやけくそになったやがてチンバはかかしにかまわずお仕事を始めるまず例によって綿棒を持ち直しそいつをかぼちゃのはかげに突っ込むと横ざまに振り回して獲物を探り始めたすると葉の茂みからワンワンと藪かが舞い上がる そやつがこんがらがって鴨と氏の方へも押し寄せてくる群れをなして食いつくヒンを滅却すれば火もまた涼しいかゆくはない痛くはないけれども神経というやつはなかなか思うように言うことを聞いてくれない一方近めのチンバは獲物の群れを探り当てた顔を近づけて確かめると 綿棒の先に憎しみを込めて振り下ろす「ごきん」とかぼちゃにひびが入るとこの時神と氏のかかとへひときわ大きな藪かが食いつくこらえかねてとうとう神と氏は思わず知らず渋うちわをバサッとあおるぎょっとしてんばは振り返る「おや気のせいかな?」 チンバは首ををげて辺りを見回す。がやがて再び綿棒を振り上げ憎しみを込めて第二撃モーション打ちました鴨本氏はほっとしてついでに今度はすねのやつをバサッと追っ払うギクッとなって近めの珍馬今度は正式に振り返ったはて妙だな俺がカボチャを叩くたんびに妙な音がする。 そう言ってチンバは身動きもせず凍えついたように突っ立っていたがやがてこん棒を取り直すとどれ今度はどうだ。と第三撃を打ち下ろしたこうなっては若元氏も雪がかり上やむをえんチンバの第三撃に合わせて渋うちわをバサッとやるチンバはすかさずこちらを見てしばらく考えていたが やがて大きくうなずきながら「ははあわかった鳴子の一種だなあおう俺がカボチャをたたくとあのうちわがなるほどうまいことを考えたものだおもしろいひとつなぶってやれ」そう言ってチンバは綿棒を振り上げ「そら、殴るぞ!と」と打ち下ろした。 鴨としもこうなるとちょいとばかりいたずらっけんが出てきたそしてふと昔懐かしい操りを思い出しながらなるべくぎこちなくいかにも作り物らしく自分の意思を捨てて巨神短海バサッとやるすると陳馬はますます興にのって「へは <laughs> 面白いうんもう一つ!」とやった。 するとカモトシも調子を合わせてバサッとやる「こやつはたまらん」「そら行くぞ」とチンバはだんだんカモトシの方へ近づきながら「ごきん!」とやる「バサッと鴨!」とカモトシ舞台はこぼれるような星月夜だ秋にれの小が夜風に吹かれてささやかなチョボを入れる もはや氏犯人探索などという無粋な問題はどうやらどこかへ行ってしまって無性にうれしくなってきた「ごきん」と来る「ばサッ」と行く「かもと」の心中に巨来するもの今はただ文楽のロマンチシズムあるのみ「ごきん」とんば。ばサッ」とかかし「ごきん」「ばさ」 ハッバサ、ハッハッハとうとうチンパは吹き出したそしてますますかかしに近づきながら図に乗ってめくらめっぽを殴り始めたもと氏も我遅れじと呼吸を合わせてうちわをあおる双方ともここを先度としのぎを削って「五金バサバサ」「五金バサバサ」 氏さっきから右の方に止まっている藪蔵に棒を煮やし事のついでに今度はうちわで顔をたたくと力が余って阿弥陀にかむった麦わら帽子がコトンと落ちたすると神本氏の見事なハゲ頭が星明かりの中へにょきりと飛び出したとこの時である思いもかけない 極めて残酷な事件が持ち上がった今まで踊るようにしてかぼちゃを潰していた近目のチンバが急に振り返ってギクッとなるとみるみるその顔色を土のように変えながら肉肉しにカモトシの禿ゲ頭へ隙間を与えず例の綿棒を力任せに打ち下ろしたふらふらとカモトシは崩れるチンバは 板も複雑な表情でそのおぼつかない足元に絶望的な戸惑いを見せていたが間もなくキッとなると追われるように泡をくらって逃げ出したところが崩れて死んだと思ったかもとし畑の中へベタッと尻を落として座ったままパッチリと目を開けた奇跡だまだ生きとる 静かに首を振ってみる。痛くない？大丈夫だ。頭へ手をやってみる。こぶができている。ここがちょいと痛いだけだ。そこで、鴨としは安心して目をつぶる。そして今、今棍棒で殴られた瞬間に鴨としの頭の中を電気のようにかすめさった。素晴らしい。インスピレーションを思い出そうと、しきりに敢行し始めた。 まもなくかもと氏は思い出す。それはゴムまりだゴムの感触だこんにゃくでもいいゼリーでもいい煮こごりでもいい煮皮でもいいそうだ煮皮でできた綿棒ふいにカモトシはずっと昔の子どもの頃を思い出したそれは活版屋の店先で職人が すり減って役に立たなくなったローラーのやわらかいゴムのようなにかわをおもしろそうにむしりとっている光景だカモと氏はポンとひざをたたいたいやぼんやりしとったわいなるほどめんぼうもローラーとおなじようなかたちだったあれはめんぼうじゃなくローラーだったかいや これで犯人が分かったぞ。さて一方夢中で逃げ出した近目の鎮馬は針金の柵をまたぎながらせかせかと慌てて驚いた顔つきでからたちの茂みから肩をすかしてみながらいとも不審に耐え抜けな調子で吐き出すように言った「おて人をバカにしとる今夜は」 カカシの頭まで流線形だった。